界一の EV メーカーだった BYD が、なんと5万人も解雇。ああ、BYD は従業員28万人のうち約 18%、つまり5万人を解雇したんだ。それに、最近は給与の未払いも問題になっているんだぜ。それってかなり深刻じゃない。2022年には180万台も EV を売って、テスラを抜いて世界一になった BYD だが、2015年から2022年にかけて、最大1台あたり6万円、約120万円の補助金が、出てたんだけど、これが廃止されてから、消費者の購買意欲が一気に冷え込んだんだぜ。それって補助金がないと買えないってことでしょ。さらに2023年には、EV の過剰生産が問題になっていて、価格競争と利益率の低下を招いているんだ。もはや BYD だけの問題じゃなさそうね。詳しく解説してくれるかしら？それじゃ今回は、BYD が抱える問題の数々を、中国 EV 産業の状況を絡めて話していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そもそも中国が EV 産業に力を入れたのは、どうしてなの？中国は急速な経済発展によってここ数十年で、自分の車を購入できる人が増えたんだ。その結果、世界最大の自動車市場が生まれたが、大気汚染が深刻になってしまったぜ。また、温室効果ガスの排出量も多く、石油輸入への依存度が高まっているため、問題を解決すべく、中国政府は EV 導入を推進する政策を進めたんだ。そんな背景があったのね。そして、政府が実施する EV 普及支援策の補助金を獲得しようと、業界に新規参入する中国企業が、大幅に増加したんだぜ。そのため、中国の EV 産業は、企業が自立性を欠く構造になっているだけでなく、真の競争力を育成する機会自体を、奪ってきてしまったんだ。BYD もその流れに乗っかった一社ってわけね。もともと、BYD は1995年に設立された電池メーカーで、2003年に自社開発した、バッテリーを武器に自動車業界へ参入したんだぞ。BYD は電池メーカーだったんだ。2008年に世界初となる、量産型のプラグインハイブリッド車を発売。その後、EV の開発に力を入れたぜ。世界の先駆けだったのね。2014年に中国政府によって、グリーンエネルギーシフトへの優遇政策が、打ち出されたことで、BYD は急成長を遂げたんだ。どれほどの急成長ぶりなのかしら？2015年は33万台だったのが、2022年は688万台に拡大したんだよな。メーカー別の販売台数ランキングはトップに立ち、3割を超える市場シェアを獲得したんだ。ついには、テスラを抜き世界一の EV メーカーとなったぜ。目まぐるしい急成長ぶりね。しかし、その裏で危機的状況が忍び寄り、BYD の従業員28万人中、その 18% に当たる。5万人が解雇されたという話が出ているぜ。5万も、どうしてそうなったのかな？ BYD の経営危機は想像以上に深刻なんだ。単なる人員整理ではなく企業存続をかけた、決死の緊縮策というわけだぜ。でも、なぜここまでひどい状態になってしまったのかしら？それは、無謀な拡張と EV 市場への過信が原因だ。2023年から EV メーカー各社が価格競争に走り、利益率が大幅に低下した。ひょっとして BYD もなの？そうなんだ。2023年第2四半期の営業利益率は 4.6% まで落ち込み、前年同期の 8.4% から大きく利益を減らすことになったぞ。また、政府の支援と補助金が無理のある経営体制を隠していただけとも言えるぜ。経営状況が悪いとなれば、まず目をつけられたのが従業員の給与だ。カットされたってことかな？いや、実は給与の未払いが発生しているぜ。複数の中国メディアによると BYD は、2023年第4四半期から一部従業員の給与支払いを遅延させているというんだ。相当ヤバい状態じゃない。BYD 従業員の中には匿名という条件付きで、2023年12月から残業代が支払われていません。会社からは、資金繰りが厳しいとの説明がありましたが、いつ支払われるかは明確にされていません。と、証言してくれた人がいたぜ。支払う必要のある給与のうち、全部が遅れてしまっているの？正社員の基本給は支払われているんだが、残業代や賞与の支払いが数ヶ月遅れるケースが、多発しているようだ。基本給が払われてるとはいえ、だいぶ生活が厳しくなりそうね。給与未払いは従業員とその家族の生活に、直接的な影響を及ぼしているとわかっているぜ。中国の企業は、春節、
旧正月前後に従業員へボーナスを支給する習慣があるんだよな。しかし、2024年の旧正月は多くの従業員が、ボーナスを受け取れなかったとの報告がある。給与未払いに解雇と、事態は思ったより深刻ね。BYD に限らず中国の EV 業界全体が、まずいことになっているのは間違いないぜ。需給バランスがかなり崩れているからな。それに伴う値崩れも激しさを増しているぞ。どんな感じなの？中国の EV 生産能力は年間1400万台に達するが、実際の販売台数は900万台にとどまるんだ。そのため、500万台以上の過剰生産が発生しているぜ。作りすぎだって気づいてないのかしら？中国では政府の支援が得られるからと、EV 製造に新規参入する企業が増えすぎたんだ。経営危機に陥る不動産大手の恒大集団や、スマホのシャオミなど異業種の参入も相次ぎ、中国メディアによると EV ブランド数は、70種類以上もあるという話だぜ。恒大集団まで、そうやってすぐブームに飛びつくから経営がうまくいかなくなるのよ。中国の EV 業界は現在、電池メーカーも含めて供給が過剰なんだ。まさにレッドオーシャンというところかしら。EV が急速に普及する中国各地では、使用されずに放置される EV 墓場が、問題になっているんだぜ。EV 墓場？ EV メーカーや、シェアリングサービスの過度な参入が原因となり、まるで墓場のように広い敷地に大量の車が、放置されているんだ。中国東部にある浙江省杭州市の郊外では、市立小学校がある閑静な住宅街の一角に、白色のセダンがナンバープレートも付けられず、放置状態の光景が広がっているぜ。全然売れないし、置き場所に困るほどの過剰供給なのね。中国の SNS では、寺院や川沿いの空きスペースに所狭しと車が並べられている様子が、数多く投稿されているんだ。困ったものだわ。さらに、市場の飽和状態が価格競争を引き起こし、利益率も低下しているぜ。BYD の営業利益率は2023年第3四半期で 3.5% と半減し、財務状況は極めて深刻だぞ。それに、アメリカの EV 大手のテスラが、2022年10月末に発表した値下げの影響も大きい。どれぐらい値下げしたの？テスラは主力車種であるモデル3と、モデル Y を中国市場での販売価格を、14,000 から37,000円と、日本円で約277,100から732,400円も、引き下げた。この値下げは、年末商戦に向けたメーカー各社の価格競争の激化を招いたぞ。大幅な値下げをしたんだ。BYD はどうなの？ BYD も当然、値下げの流れに乗り、2023年3月9日に一部モデルの値下げを発表した。対象モデルは SUV のソンプラスと、セダンのシールだったぜ。シールの購入者は88元、約1740円の手付金を支払えば8888元、約176,400円の値引きを受けられたんだ。少額の手付金を払うだけで、これほどの値引きを受けられるならありよね。ソンプラスの値引きは6888元、約136,600円だったぞ。価格競争に伴い BYD の株価は急落し、2024年2月時点での株価は最高値から約 50% も下落したんだ。そんなに？これによって創業者のワン・チュアン・フー氏の推定資産は、1年間で約200億ドル、約3兆円減少したとも報じられていたぜ。また、政府に頼りっぱなしだった EV 産業に追い打ちをかける事態が発生したぜ。それは何なの？2022年末で補助金が廃止されたんだ。うわぁ、急成長を遂げてきたのに残念ね。中国政府が EV 普及に際し展開した政策は、主に2つあるぜ。補助金の支給と購入税の免除だ。どういった内容のものなの？ EV を含む新エネルギー車への補助金政策は、2010年にスタートしたんだが、当時の補助金額は EV に搭載される、バッテリー容量によって決められていたんだ。PHEV は1台5万円。約98万4千円、EV 向けは6万円、約118万円を、上限に補助していたぜ。なかなかの太っ腹な政策じゃない。中国政府は、EV を含む新エネルギー車の普及に合わせて、2015年以降は、新エネルギー車への補助金を数年間かけて段階的に減らし、新エネルギー車は、十分に普及したとみなされ、2022年末に補助金の助成を終了したんだ。約10年以上の期間、これだけの金額をサポートできたわよね。一方、購入税の免除は2014年に始まった政策で、新エネルギー車の購入者は、車を購入する際にかかる 10% の税金が、免除になるぜ。
この政策は2023年末に終了する予定だったが、2025年末まで免税は継続になり、その後、2027年末まで 50% の減税措置が実施されることになっているんだ。ひとまず新エネルギー車購入における減税は続くってことなんだ。しかし、EV の実質価格が上昇したことで、消費者の購買意欲が減退したぜ。それに、補助金の廃止は、BYD の成長モデルに大きく影響を与えることになり、価格競争の激化が避けられなくなったぞ。これは、2023年に発生した営業利益の減少に伴う、給与未払い問題の一因とも考えられるぜ。補助金目当ての成長モデルに、いよいよ限界が来たってわけね。EV の販売台数の減少は、補助金ありきの成長モデルだけが原因じゃないぜ。他に何があるっていうの？ BYD を始めたメーカーも含め、EV 自体の技術や品質に問題を抱えているんだ。え、それって根本的な話じゃない。BYD の EV は発火事故が発生するなど、技術力や品質管理に課題があるんだ。2023年には BYD の EV で複数の発火事故が発生。湖北省や広東省で走行中の EV 車で、バッテリーから出火する事故が起き、大騒動となったぜ。こわ、どうしてそんな事故が起きたのかしら？中国の EV メーカーは、主にリチウムイオン電池を使用しているんだが、この技術には本質的な限界があるんだ。リチウムイオン電池は高温や過充電状態になると、発火リスクが高まるんだよな。スマホと同じだわ。バッテリー技術の限界や安全性に関する不安が増すばかりで、他社と比較すると、充電速度や航続距離で劣っている、と言われているぞ。そもそも中国の EV 自体が航続距離や、充電速度などの性能面でも、テスラをはじめとする、海外の先進メーカーに及ばないんだ。もともと、中国製は劣っているということよね。例えば、BYD の主力モデルファンの航続距離は、最大で 605km なんだが、テスラのモデル3ロングレンジは、最大 602km とほぼ同等なんだぜ。しかし、充電速度ではテスラの方が優れていて、モデル3は15分の充電で 275km の、走行が可能なのに対し、ファンは30分の充電で 135km 程度しか走らないんだ。日常的によく車に乗る人なら、かなり充電回数が増えるわね。それに、寒冷地で EV に乗るとなると、実際の航続距離がカタログに記載された、数値の半分以下になるケースも、報告されているぞ。EV に乗るメリットが見当たらないじゃない。課題だらけの EV にもかかわらず、海外進出を企て、ターゲットの一国になったのが、日本だ。え、そんな危険なものを日本に持ち込まないでほしいんだけど。BYD は2023年1月に、日本市場へ新規参入したんだ。当初、BYD は日本の自動車市場に革命を起こそうと、大々的に宣伝活動を展開。しかし、その結果は期待を大きく下回った。販売台数はどれぐらいだったの？2023年2月の販売台数はわずか37台で、3月も151台にとどまっている。一方同じ時期に発売された日産の EV は、2ヶ月で約2万8000台の販売実績を誇ったぜ。当然の結果よ。BYD の車両は、日本メーカーの高品質な車両と比較すると、仕上げの甘さや材質の安っぽさが、目立つんだよな。例えば、内装のプラスチック部品の質感や、ドアの閉まり方の感じなど、細部まで日本車との差が明らかなんだ。そりゃ日本製のクオリティにはかなわないでしょ。また、BYD は日本での販売網やサービス体制が十分に整っておらず、長期的な車の所有を考える、日本の消費者にとって、大きな不安材料になってしまうんだぜ。そして、肝心の価格設定も問題を抱えている。どんな感じの価格設定なのかしら？例えば、BYD の主力モデルアット3の価格は、約450万円に設定されていて、同クラスの日本製ハイブリッド車と、あまり差がない価格帯なんだ。そのため、日本の消費者がわざわざ BYD を選ぶ理由が見当たらないんだぜ。同じような価格帯なら、誰もが間違いなく日本製を選ぶよね。BYD の EV が日本で受け入れられないのは、日本人が持つ高い品質への期待の表れで、最近ではメイドインジャパンが、世界に誇るブランドだとも言われているんだ。日本製品はそれぐらい優れているものが多いのよ。日本人にとって高品質な製品を手頃な価格で入手できるのは、ごく自然なことで、製品に求めるハードルが高いんだ。それに、価格に見合った品質を当たり前とする。日本人は製品のスペック以外に、アフターフォローの質の高さも求めているぜ。
確かに日本は製品が素晴らしいだけでなく、それに付随するサービスもレベルが高いのよ。かつて、テスラ社の EV でさえ数年で、車体の錆が発生するという問題が発生したんだ。しかし、テスラは錆の保証までは行っていない。一方、日本製の車はそもそも錆などが発生せず、日本ではニーズに合わせた製品作りに、様々な方面でのスペシャリストが関わっているぜ。だからこそ日本製品は素晴らしいのよ。日本に合う長持ちする車を作るため、素材や加工技術、アフターフォローまで、一連の流れがあるんだ。日本の企業はデザインや性能だけでなく、職人たちのこだわりが感じられる、アフターサービスでも信頼を得ているぜ。日本製品はどのサービスをとっても、一貫して素晴らしさがあるわよね。BYD の日本市場での失敗は、単なる一つの市場における課題ではなく、中国 EV メーカーが直面している、国際市場での課題を象徴するものと言えるんだ。やっぱり海外メーカーに比べて、多方面で改善の余地があるってことでしょ。製品の品質にも問題は多々あるが、国際的な信頼性を損なうほどの、知的財産権の問題も生じているんだ。欧米市場では中国製 EV に対する警戒感が強く、販売拡大の大きな障害となっている。過去に、トヨタのハイブリッド技術を侵害したとして、BYD は訴訟を起こされたんだぜ。中国らしいじゃない。政府の手厚い補助金と保護政策により、急成長してきたわけだが、肝心の業績はというと、2023年に大幅な赤字を記録したぞ。そこは黒字じゃないんだ。2023年第3四半期の営業キャッシュフローで大幅な赤字を記録し、株価も急落したんだ。また、2023年12月までの1年間の純利益が、市場予想を下回ったことを受け、2024年3月27日の香港株式市場で一時、前日より 7.4% 安と大幅に下落したぜ。何度か株価は大きく下落しているんだ。ブルームバーグ通信は、EV をめぐる激しい価格競争の中、BYD が利益の伸びを維持できるかどうか、懸念が強まったと伝えているぞ。BYD の業績を不安視する人が多い証拠だわ。そして、世界最大の資産運用会社である、ブラックロックは2023年末に BYD 株の保有比率を、大幅に引き下げたんだ。世界最大の資産運用会社すら保有比率を減らすぐらいだから、相当やばいよね。ウォーレン・バフェット氏率いる、米投資、保険会社バークシャー・ハサウェイは、2年前は 20% ほど保有していた BYD の株式をさらに売却し、保有比率が 5% を下回ったぜ。それほどの事態ってことよ。香港取引所への7月22日の届け出によると、バークシャーは 5.06% から 4.94% に減らし、BYD 株を保有している状態だ。保有比率が 5% を下回ったことで、今後、同社が売却やポジションを解消する際に、開示する義務がなくなったぜ。BYD の信用は落ちる一方ね。そもそも中国製品というだけで、世界から劣化、模倣品のイメージを持たれている。それに、クレームも多いよな。どういったクレーム？例えば、エンジンが勝手についてしまうため、EV モードに切り替えてもエンジンが停止しない。車の所有者に予告なく、システムのアップデートが実行される。購入してすぐに価格が下がった、など不満の声が多数寄せられているんだ。やっぱり中国製 EV は怖くて乗れやしないわ。中国の EV などの過剰生産は、国際社会も対抗措置に乗り出しているぜ。どういった対抗措置なの？欧州委員会は2024年7月に、中国の EV は欧州の自動車メーカーに、経済的な損害を与える脅威となっていると、位置づけているんだ。そのため、中国から輸入される EV に対し、暫定的な追加関税を 10% から最大 37.6%、上乗せする話が出ているぜ。手厳しいわね。でも、それほどの脅威とみなされている証拠かな。低価格の中国製 EV がヨーロッパに流入すれば、日本市場に参入した時と比べ物にならないほど、問題が湧き起こるだろうな。中国国内は購買意欲が低下したままで、販売台数の伸びは期待できないから、中国の EV 産業は今後さらに、輸出に頼るしかなくなるぜ。みんなは BYD の経営危機についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。